ハロー、こんにちは。BCSL ワイドリフト部門 ADC 担当のウィーロイヤル・コトフミヤッチョです。本日は、2 0 0ゲストに来ていただいております。どうぞ。えー、ジェドウマヤツ、大体フィオラトリーシもウマイ。どうも、ビビマーシーです。はいー、よろしくお願いします。よろお願いします。これでビビマーシーさんに来ていただきまして、アイコンズ2022 d a y 6。で、J、T 対 TQ2000 名ですね。の方を見ていきたいと思います。いきましょう。 はい1戦目に関してはですね、あの概要欄の方に URL 載せておりますので、そちらの方で見てみてください。はいいお願いします、はい、でます、あ、で1戦目も説明しましたが、この JT 対 EQ のねこう負けた方がえっと24日に SG と当たることとなっております。 はい、まあ未来から来た僕たちは、えー、TQ がね、えっ、ー、とエスジでたったことは知っておりますけれども、<laughs> この試合をね、そのエスとこう TQ が戦うときにどこを見たらいいのかっていうところをね、こう注目ポイントだったり TQ の強み弱みをね、こう見極めれればなと思っております。はい。ズバリ勝敗予想とかもしちゃおうかな。しちゃおうかな、この最後にしちゃおうかな。<laughs> <laughs> で、はい、ワンピック見ていきます。はい で、TQ はまあ負けた側なんで、えっと、サイド選択権あるのかなっていうところはちょっとわかりませんけれどもまあ高校でレッドサイド今回そうブルーサイドレッドサイド入れ替えての試合でバンピックがあんまり変わってないですね1戦目とジェイスがファンに入ったぐらいかねうん、うん、やっぱルシ,やルシアもバンしつつ後期だけかな入ったのうん変わっただけかな でまあやっぱセナは今までバンされてきたやっぱセナだったりはバンされてないと。<お>あファーストピック。ファーストピックはするんだね。だねさっきは高校でリーシン。あ、取り上げたのかな、リーシン。うん、あっ、ここ2ピックで、やっぱこう、後期取りたかったから、自分シンプルに。ああ、そう、ね。そこでレースに変えたんかな。かなるほど、なるほど。セナと。まあね、セナファーストピックは結構、前パッチとかの大会だと結構やられてましたから。 まあ強いですねリ。リーシンはもうやめてくれと。<laughs> やめて。早すぎるぞと。M. V. p じゃないかな。さっきの試合のね。うん。まあただこうやっぱリーシンってね。テンポが大事ってのもありますが、こう序盤に有利取れないとなると、結構厳しいキャラでもある。なんでこう、うね、ちょっとまあチームとして実力差があると感じた場合は、こう。 リーシーバンしてスケール力のあるジャングル取ることが多いんですけどまあもう俺たちは戦えるぞと俺たちはチームクエストだぞとそうですね俺たちもいけるでっていうのをうプライドリーシーですねここは JT はよく見ますねこれはあのーうん、セナーと何かを取るときってやっぱりどっちかっていうとユ,リユーティリティって言ったりとかなダメージよりは、うん 5cc とかそういったところでサポートしていくからジャングルにジャックスというキャリーを置くっていうこのこの羅列はもう結構見ましたね、うん、やっぱカジックスってよりやっぱジャックスの方がいいんですかあーでもカジックスも見たんでやっぱり勝、うん、出ればまあどっちでもいいのかなただやっぱりカジックスよりはジャックスの方がどういう場面でも安定してダメージは出せるのかなとは思いますけど。うん CC チェインもできますからね、このセナのセナともう一枚やっぱりサポートに置くやつは CC を基本的に持ってるんですけど、こことオジャックスは CC チェインできるっていうのもまあ強みかもしれませんねと。そうで,、ね、で TQ は瀬戸を取ってきたと。まあ、エンゲージもできるサポートでバンされる可能性も高いっていうところから先に抑えていったってところですかね。ジグスのバンが意外 うんまあ、確かにまあセナーとねもう一枚合わせた時にジグスってのはなかなか出ないではあると思うんでそこはまあバンしなくてもよかったのかなという気もしますね確かにアリウス・バンはおそらくレッドサイド側でリーシン握ってるんで TQ が、うん、トップ側へのプレッシャーが高いんで TQ 側のトップが育ちやすいんですよねんなんで だから、まあ、育たせたく育、ダリウスが育ったら困るっていう、うん、まあ、意味ですよね、この番は。セドまあただ、でもこれレネクトの方が、まあ、大会見てる感じ、結構優先度は高いかなと思ったんで、これレネクトン番、ここでもレネクトン取られたら対応できるキャラクターっていうのがあま。あまあ確かに、レネクトンお金持ったら結構怪獣になるから、うん、で、まあ、眼科合わせも強い。五、ね、レベルのね、セベクのい起動はい。 ラッシュスタンはいリーシン登場っていうのはよく見ますからやっぱりスタンから旧リーシンの位置好き強者共鳴劇はもう眼空のお手本というか教科書なんで、うん、そうやっぱこのレネクトンリーシンはねほんとに <laughs> よく見ますからここでも何出すか JT そのトップに対してあ<ー>あーガレンかあーでもここでーそうガリオが生きてきてるんすかね あーフォローしやすい。うーん、まあ、トップは、まあこれね、リベトップをリベンにしなかったのは、まあ、やっぱガレンでちょっとでも耐えれる可能性を上げてで、ガリを飛ばせるっていう感じ。そうですね、<No. S 2> リベントップにおいても、うんあの、リベンって勝たなきゃいけないんで、基本的には。うん、それをやっぱレネクトン・リーシン相手にブルーサイドでリベントップに置いちゃうときついから、まあ、ガレンが。 まあ捨てというかジャックスもやっぱりファームしたいジャングルなんで基本的にはカバーいかないと思うしまあ耐えやすくて潰れてもまあ最悪オッケーなガレンを選択したのかななるほど結構深いピックですね JT は、うん、で TQTQ あカリとあカリですかジャックスには刺さるらしいんですよ JT ・ジャックスが中心なんで、集団戦の中心はやっ、基本的には。うんうん、ただ、うん、他に刺さってないですよねう、まあ。ガリオっていうねこう、相手のアサシに対して強いキャラっていうのも取れてて、AP アサシンに強いですからね、ガリオは。えー、バリアあるんで、あの、ウルトの。だしまあ、サイドで、まあ。 出たときにね、ちょっとプッシュ力の問題で先にプッシュされちゃうんじゃないかなと。まあ、ガレンが来ても、イベンが来ても、ちょっと押されるプッシュは取られるかなっていう気はして、まあ、ただでも明かりがね、めちゃくちゃ育っとけば、相手も対面するのは厳しいと思うんで、結構明かりが育つのは大事かなと、チームで、ねえ、チームクエストか。というとこと、まあ、プラス、こう、リーシンは。 トップでうりは取りたいいっていう感じ、まあ、そこに対してでもカウンターでガリオも取れてるからこのトップのこのファイト結構熱くなるんじゃないかなとそうですねただガリオのガリオじゃないわ、えー、ガレンのハルブレーカーでサイ,サイドでたガレンのハルブレーカーに対して誰当ってるんですかねレネックと当てちゃうんですかねうーんレネックしかレブヨクでハルブレー積むんですかねまあ、積んだり積まなかったりなんですけどうーん なかなかやっぱこうチームクエストは結構誰が対応するのか毎回ちょっと難しそうなまあ潰す前提っていうのもあるかもしれないですねリーシ,シンレッドサイドなんてうん確かに確かに確かに<あ>ただミッドはね多分序盤はリベン側が押せると思うからああもう余裕でリベンですねうん あまあそれ見て2キャンプでリーシンちゃんとミット来てミットの主導権取ろうとしますねうんまあガンク回避利便はできますから、うん、ああでもこのウェーブが作られてるんだったらそのまま行くんじゃないかなトップにあうまいああちょっとこれうまいね2対1だったけどちょっとやっぱこうダメージ効果できるとこはやっぱしっかりしていっちゃうんだな中国はそうでもこれ当てにでサポートも寄ってきてでトップは

これワンウェブロスってるガリオも多分ワンウェブロスってでも来たんで寄ってきたんで、うん、多分こんな勝つ予定じゃなかったっぽいっすけどね <laughs> これうん、まあ背中ってそこまでよくはないんだけど <laughs> <ー>このリベンのスリーマンはあ、まあ、1キルリーシン取れたのはまあまあまあ最低限、うん、ガリオの背中が悲しい <laughs> 勝,てあの勝てるか分かんなかったから寄ってきたのねみたいな <laughs> いやまあ先に CC 当てたのがよかったね、セナの。やっぱこう、最初のカニファイトって、ほんとにこう CC チェーンだったりで、速攻一人落とせるから。そうね、リベンジャックス、セナだね、うん、今回は。そうがいたから。うん、で、あと、レネクがね、本当は、こう、身食わずに、多分レネクから入りたかったのかな、レネクの CC から入って、1枚そ、そ攻リりシン。 職業免みたいな流れで取りたかったけどまあ瀬戸とネネクでいけるからねうシ、ん、チそうそうそうまあ先今、まあ、ネネクが身食べちゃったのと先にこう瀬名のリスキルが瀬戸に当たっちゃってでそれで巻き込まれる形で陣形崩れてリベンがしっかり入るっていういやでもこのキャッチはうまいああフ,フロートベルトフロートベルト早い瀬ナでフロートベルトこれは スリーズ選手もやっておりましたけども、なかなか,強いかな早い、ね。手か住、うん、むタイミングが早い,すごい。すごいな、この。やっぱ中国ってね、このあの、ルビークリスタルの評価めちゃくちゃ高いんで、みんな積んでるんですよね。豆いっぱいあるな。うん <laughs>、ま。豆4、豆4っす。豆4、ジャックス以外を持ってて。いいよ <laughs> あー、600ゴールドさ。 あーでも確かに、プロットベルト、そっか、逃げなきゃいけないか。そう、うん、ステーシスよりは、プロットベルト、まあ、自信があるってことなのかな。いや、これね、ヘナでね、プロトベルト積むのはね、マジ、自信の表れっすよ。僕、めっちゃ使うんだけなすけど。自信の表れ、これ <laughs>。<laughs> これ、マジ、自信の表れっすね。でも、こう、プロトベルト使って、まあ、攻めにもやっぱ守りにも使えるから、プロトベルトから2スキルだったりっていう。まあ、もう、その集団戦は、まあ、俺はもう、 ちゃんと立ち位置取ってしっかり殴るぜっていうこ習われなんでなかなか強気とでこっから学ぶにいくのかなこれな確かにそうそうだよね一番最初からプロットベルトっていうのもあんまり、うん、やっぱ途中にブーツ積むイメージがこの周波数だってめちゃくちゃ弱いこのフィールト、うん、<laughs> まあでもスキルが強いですからねテナはうん やっぱちゃんと早いねやっぱオブジェクト前もこの枠やっぱ30秒ぐらい前からセットアップしてこの指導権取ってでまあトップに圧かけつつマイルス入り取ってこうヘラドにつなげていくっていう<れ>合わせに来てるリテンプション持ってるんおうんあいやーでもガレン,ガレンあでも取れる取れはしたけど いやでもちょっともったいないような入りにもセットフラッシュウルトを使ったガレンにで手前に持ってきたのはもちょっともったいない使い方な気が、うんそう。ガレンは持ってきても持ってこいよって顔してから落とせるかいベリーー。ここでああこれはセットちょっとやっちゃったかもしれないですねこれ。 てくるのはちょっとあんまりいい仕掛けには見えなかったうけどうーんあれなんてねあの持ってってくださいっていうところもありますからねやっぱ集団戦立ち位当せあざすみたいなトップ破壊してお金さ3系ついちゃいましたねこれこれはきついいいやーもう背中同じだけ持ってんのはなかなかあリベロ強いから。 これ奥に持って行ってもよかったかもしんないですけど手前に持って行ってっていうのはちょっともったいなさそう巻いてのタレット近いしここ別にそんなに無理するとこじゃないしねそもそもだ、うん、から、ねまあ、ネクトンもあれだね、うん、あの瀬戸が多分持ってくると思ってなかったから<ー>ブリンクで前出ちゃったっすよね、うん、あらあれ なんかちょっとかちょっとコミュニケーションエラーっすかね。維新の隕石に対してヘッがちょっと距離で行っちゃってたかな。強射当たった。えどうそれはアクシじゃないか。五件。ああ落ちないじゃん。クルピンポンがーポンポンポンがこれ。あれにキル入った。最後キル入ったけど。もうセは無理。<い> まあー、かりが入るのを作ったのは、でもさ、ために突っ込んだのかもしれないですけど、さすがにちょっと体張りすぎたかな、リーシン。あれに対しての、やっぱ CC の反応とかもやっぱ早いなうん。4キロ持ってるリーシンの動きだったね、今のは。持ってたね、今ね。う,ん,うん、そうっすね。ちょっと、B 級としては。 最初の瀬戸のキャッチのところからコミュニケーションがうまくいってないかもしれないさあオブジェクトマウンテンドラゴンがここで取られる8分だね、うん、もうね <laughs> 3分かかったフラッシュあでもこれこのままヘラルドに行く読みでジャックスは一人でタワーを追ってますねああまあい,いなあでもこれ止めに行くのか いやこれ止められたらちょっともう終わりますけどいやさすがにさすがにさすがにやったかうんさすがにさすがにいやだけどここ後期パッケージまた湧いてんのかさすがに強いなそれはでもでもだねこれジャックスいやまあこれもそうよね結局このまあ壊滅的じゃないのよね TQ はそこまで JT か JT の仕掛けとしてはの仕掛けも、まあ、こんぐらい負けても別にまあワースだよねぐらいので勝ったら止めれたらオッケーみたいなでここも勝ってるしなんかでこれでジャックス7000<っ>うわー <laughs> <laughs> これミッドでしょこれジャックスはうーんいやー <laughs> うまいな,ままキキなこれ削られるからトップ狙えないのよね TQ としてはでその間にタワー折ると あーこれはちょっと教科書じゃない応用編というかういうこれは応用だね本当に応用従来の動きじゃないのよねこ,小この集団戦ね小規模小規模じゃない人数差ある時当たっちゃいけないんだけど当たることによって相手を削ってその間逆側で有利を取りつつ削ってるから相手はパワーを取れないとオブジェクトで有利取るような動きっすね、えー ヘラルド取られてもで2キル取られても X が折れてるからまあオッケーみたいなねうーんまあそこに対してこう最低限こうキルは取れてるから取られ返さなければ、まあ、TQ としてはまあ戦えるほどの痛みさだったんですけどそ,、ね、そっからこうその後にこう配っちゃったというかんかまあうん毎回2キルぐらい取られ返されちゃってるから結局なんか JT が有利取,取られちゃってるっていうところはありますね で、ジャックスは一人でミット。ま、あ一人じゃなかったか。ガレンもいたかな。うん、でもまあ、下をプッシュして、ミットをプッシュして、お金がとんでもないことになってますね、これ。<laughs> これで4本目ですか、JT。JT、チェリー、ジャックス4本目。これがジャックスの使い方と一瞬。一瞬戻せますはいはい、一瞬戻しましょう。一瞬。戻しましょう。いいでしょう、どこでしょう。こい、そこで、そこでいいです。そこでいいですはい。これここですか。ここでいいです、ここでいいです。 再生してもらっていや、はい、これえ、ジャックスが打ち壊しこれいやそれだけちょっと気になってっガレンこれ打ち壊しどっちこれジャックスよねジャックスこれ <laughs> ジャングルが持ってるよねこれジャックえー、ああもうこれ旺成 <laughs> で決まってるんだこれもうこの動き <laughs> 打ち壊しなんだねジャックスこれ <laughs> びっくりしちゃった今俺決めてるねこれ JT ああ引っかかったつられたええー いやもうこのお金、ここまでねこれするためにジャックスは育ってますから釣られちゃったな後期ブリンクインしちゃった前に、えー、ミスなのかなでも,も痛いミスだったねいやーうまいいや JT すごいなそれはあーだから早かったの下タワーうーん撃ち壊し分で開発としたこれはすごいだってこれでもうリーシンとお金さ4300円だから これで、えー、これジャックスが取ったタワーは6本目と <laughs> <laughs> あそうか1 2 3 4 5六全部ジャックスいたと思うからあ<ー>あ<ー><だ> <laughs> いや<人>の <laughs> 世界大会で王ん <laughs> 5000円差つけるジャングルがいますか<ー>いやそこまで見えてるのか構成取ったタイミングで これねー、もったいなかったね、これ、高期のマイブリンク。えー、それでやっちゃったね、これも。やっちゃったねと言わん言うしかないかなと、これはさすがに。もうこういう、このぐらい無理しないと返せないと思ってるのかなもはや。うん。いや、<も>うまフラッシュ。ああ、フォー,ーカスチェンジが。綺麗 いやーまあ対応もやっぱね集団戦強いからねやっぱ背ないるし明かりが入ってくるところにもガリ,ガリオのウルトとかでマジで全然ダメージなかったガリオのウルトのバリアで金さんはもう10系にいかんばかりガリオクリセプ積んでるあ, <laughs> <laughs> まあでもクリセプって一応コスパがそこそこいいアイテムとして 2700円だっけそう。で、HP と魔力が上がって、ますローつく。うん、まあ、HP が上がるっていうのがね、ちょっと大きいかな。うん、まあまあ、手段性のダメージっていうところは、もう、ジャックスで、ほぼほぼもう、加工はできてるし、ベナもスケールするし、自分はダメージ出す必要ないから、油断性の形で。オブジェクトが湧くタイミングで、明かりをと打ち取って、まあ、逆に、ももまあまあまあ、やられてもよかったけど。

こうなるともうリーシンにやれることはないかなと。ドラゴン取ってあげて今ちょっとアカウント迷ったね今ね。<laughs> ドラゴン取った取らない,取らないドラゴン取らな、ね、いドラゴン取らないドラゴチ取らないドラゴン取らないドラゴン取らないドラゴン取らないドチゴン取らないドラリン取らなチドラゴン取らない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 ドラゴン <laughs> まあ抜け目ないというかねそこの辺も <laughs>、うん、まあ赤バフ取ってねドラゴンに行けばよかったんじゃないかというね意見もありますけど <laughs> あでも赤バフ渡してんのかな背中持ってるからまあコウキもこのパッケージね可愛いなコウキ可愛いけどもうちょっとねうーんまあマジでコーキだね <えー S 2> これは本当にこれはコーですねケロベロスにはなれないねちょっと アカリに2コア、レネックに3コア、まあ、コア自体は揃ってはきてるけど、あ集団戦勝つは本当に厳しいかな。わー、仕掛けが固まったらね、もう、いや、ジャックス強すぎるかも、強<い> <laughs> ジャックスが強すぎるかも、裏のやっぱ固まる集団戦はやっぱり JT のは強いよ。うん、やっぱもうやっぱ何か背負ってる状態じゃないと。 EQ、えー、はいやまだいっちゃうのそれいっちゃうの誰が持ってるたわあーガリオが持ってるしっかりしっかりガリオがうんでもう無理にエンドしに来たところか、まあ、もうバロンでワンチャンエルダーワンチャンしか e q はまたきつくなりましたね、まあ、バロンは渡せないけどバロンをスティールワンチャン見ても無理だな確かにここもそう別に 油断起こすっていうよりはもうたた本当に手前の集団本当に手前の視界取ろうっていう動きなのにここまでもうどこで戦っとんねん <laughs> この辺とかもなミス打らないんだよな中国は <JJ> 落ちてないからね誰もうアグロピンポンがえぐいな本当に CG チェーンとかもすごく綺麗なんだよね本当にミスがない中国はうんコミュニケーションエラーもないしあんまり これも多分倒せないいでしょここつれもう集団戦起こすんだったら俺ら行くよとバカ <laughs> ガレンバカ勝てでヘルス有利しっかり取ってからバロンとバロンスティールはさ、ね、バロンスティールしても多分勝てないからやっぱエルダーまで見なきゃいけないエルダーまで伸ばさなきゃいけないかない、ね、これリーシン取らんと終わると思うけどなさすがにまあそうだね2本しかないね多分もうねう どうぞイベンがスリーマンからのいやー強すぎちゃう <laughs> でももうダメだ5ゼロ、うん、固まった集団戦はやっぱりガリオもいるしセナもいるしまあ何よりダメージが足らんね DQ は。 お金さていや本当にうまかったねやっぱ JT 本当にうまいな完璧でしたねいやおめでとうございます JT おー見事です本当に見事ですはいじゃあちょっと総評の方に移りたいんですけどまずちょっとターニングポイントから見ていただきたいかなとはい,はいじゃあちょっと流していきますはいこのファーストヘラルドのところですねまあこう TQ としては綺麗に集団戦を起こしたかったかなと やっぱ集団性強い構成でもあるんで。とところで、ここ先に瀬戸が入って、こうがれんをキャッチしてしまった。1キルはまあ取れたものの、まあやっぱ会社されますし、やっぱ後期のパッケージのタイミングで、ウルトだったりの、ね、状況も結構悪くなっちゃったので、これいやなんプラス、ここでやっぱ2キル取られてしまう、プラスで。 いうところでやっぱ序盤からこう凛心でやっぱテンポも取りたくて、今、高級なパッケージもあって、で相手、瀬名でまだそこまでねビルドも入ってなかったタイミングでやっぱ有利を取りたかったのがやっぱ PQ 側だと思うので、まあ、ここでねこうパーツタワーも取られて、お金さがもう 3K 近いでパッケージも失ってしまってっそうで集団戦も起こせないで、瀬名にこれでマナムネが入ってしまうと。 というところでちょっと強くなったっていうところが一番ターニングポイントだったかなと思います。まあ、ここでかなり傾きましたね。うん。という感じですね。で、まあやっぱ JT、まあ2戦目はこう、ジェックスの、まあ、お金の稼ぎ方はははいはいはい、はい、本当にうまかったかなと、やっぱそれに対しては他のメンバーもやっぱこう、時間稼ぎ。 こう人数差あるにもかかわらずこう集団戦を起こしてでもう気なんならねキルも取っていった部分あったと思うんですけどって、ね、いうので,うで、まあ、ジャックスがもうタワーを何本も何本も持っていって、まあ、気づいたらもう化け物になってるとジャックスが <laughs> <laughs> っていうでしかもやっぱ打ち壊しも持ってきてましたから。 というところで、うん、もうこういう動きはするんだぞっていうのが、もう試合のこのピックの時点で決まってたっていうのは、ね、本当に JT はうまかったかなと思います。で、まあね、ちょっとそれに対してね、こう24日に。 S G と戦う T Q の方もちょっとね、はい、ビビマにもビビマーシーさんにも聞いていきいい僕ですか？いいんですか？うん、ちょっと喋っていいんですか？ちょっと喋ってもらおうかなと思っております。で、ちょっとね、J、T Q のこう強みだったりね、弱、はい、みだったりについて話せたらなと思っております。まあ一応一戦目もまあ見た上でっていうかまあ見た前提でちょっと、うん、ちょっとだけ話したんですけど、まあ全体的に一戦目二戦目もまあ中国に負けないぐらいこう積極的ではあったかなと。 うん、そうね本当にまに、あ、負けてたとしてもやっぱこう逆転のための糸口としてのこのアクションっていうのも多かったかなとただやっぱりこのターニングポイントに,に上げさせてもらった集団戦もそうだし、うんまあ、あとは下でのリーシーの仕掛けとかもそうなんですけど積極的なんですけど精度がちょっと低いかなと。 うん、あこの試合もこの試合あのこのターニングポイントでがれを持ってきただけじゃなくて他のところでもやっぱりがリを持ってきたりとか、うん、ジャックス持ってきたりとかしててなんかそもそもあんまり瀬戸が得意じゃないのかなっていうプレー多かったし全体的にやっぱ精度もあんまり、うん、仕掛けの精度とかフォーカスの合わせ方っていう部分もちょっと雑に見えたんでそこはやっぱ戦国の方が上手かなと思いますね。うんうん、そうですねやっぱ集団戦とかに関してはやっぱです、ね SG、の方がまあ 全然 TQ に関しては勝ってるかなと思いますけど、やっぱまあこの TQ のね、アクションに関しては、やっぱもうサイド3レベルからやっぱボットダイブしようとしてたりとか。あ<ー><で>あ、そこもアグレッシブだった。うん、うん。やっぱアグレッシブなチームなんで、やっぱそこに対するカバーを、やっぱこうチーム全体で行っていって、で、もう集団戦になったらも、もう戦国のが強いですよと。そうですね。というところでね、もうめちゃめちゃね、ご頑張ってもらいたいかなと。ラッシュもね、ジャックス得意チャンプなんで。 うん、同じことできちゃうかもしれないですねそうねやっぱこの試合とかもやっぱ選手っても全部見てるんですよ基本的に見てると思うそう,そう見てるからやっぱこう対策っていうのは組めると思うしそういう風うにねして同じ動きしたったったってくださいって感じですよねやっぱりは <laughs> っきり言って、うん、2-0です <laughs> もうあのあここ正直にこれはマジで、はいうん、正直にもう普通に忖度なしで うん、あの、もう言い切っちゃうんですけど負けることはないと思います24日、うん、あって218、ねうん、割が2-0だと思う俺は、うん、戦国が2-0 <laughs> 言い切りますよここはもう戦国にねもうめちゃくちゃ勝ってもらいたいって気持ちもう誰よりもありますから <laughs> 僕たちは二ゼ2-0ですよ、まあ、ただ、まあ、やっぱりこう世界大会ということもあってやっぱ1戦目今回1戦目、うん、1> なんですよねやっぱ SG も、まあ、1戦目というか 前回が1戦目で2戦目が次でこう1戦目を落としたっていうま,あまあメンタル状況とかもあると思うんでまあ1戦は落としてもいいよとまあただ21ですよと最,もう最高でもああもう21よもうあって21よあって21やから 2−0 でね勝ってくれるんじゃないかなと思っております、うん、そんなね SG 対えー、とーこの TQ のね試合は24日に予定されておりますそうですねまあでも、うん 一人で見るのも寂しいっすけどね。まあね。まあね。まあねなんかこう。まあできればフミヤと見たいかなと俺は思ってるけど。はい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 。そんな配信があったらなというところですか <laughs> <ー>もしかしたら。そうですね。そんな配信がもしかして<ー>あっちゃったりするんですかそうですというところでね。<laughs> あのね。こう PC スウェルはですよ。 世界大会アイコンズ2022のウォッチパーティーを開催しております。はい、<で>なんだって <laughs> でも概要欄に記載しているんですけれども、この BCSL 公式チャンネルの方ではい、ウォッチパーティー開催中ですので、ぜひぜひ一緒にね、自分たちと一緒に日本勢のね、応援をしましょう。宮田だけじゃなくてみんないます、はいうん。で、他にもね、普通に日本勢以外の試合もウォッチパーティーしてまして。 やっぱこう大会とかって見てるとやっぱ自分のステップアップとか上手くなるための部分でもあるのでよかったらねその辺も一緒に見れたらなと思います。いはい。まあね、重ね重ねですけれどもね、自分の方のねビビられるチャンネルもはい日々日々毎日こうワイドリフトだったりね、ロールの解説動画、プレイ動画を上げておりますのでチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローをお願いいたします。アンテンセットでよよろろししししくくおお願願いいまますすそんなねこの一緒に 盛り上げてくださったビーマーシーさんの、はい、YouTube の方と Twitter の方も概いろの方載せて、載せさせていただきますのあありがとうございますはい、皆さんもよかったら、えー、ねあの、チャンネル登録、フォローよろしくお願いしますお願いしますはい、それではご視聴ありがとうございましたはい、ありがとうございましたはい、バイ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 